花粉症についてさまざまお伝えしていきましたけれども、我々は俳句部ということで急激な部活動の時間がやってまいりましたけれども、俳句部はですね、今日は部活動、もうなんといっても花粉ということで、花粉で読もうかしらということになります。で、花粉がなんと季語ということで、今回豆知識です。俳句豆知識、花粉症はなんと春の季語だそうです。なんか症状がそんな季語になるなんてって思いましたけれども、春特有のね症状になってきたりもしますので、花粉症は春の季語ということで、今回今日の活動は花粉症でいきましょう。もうね、8時からずっと花粉症の話しかしてないですから、俳句でもう成仏よ一作残して、これは花粉症を今日収めていこう。はい、引きずってはならぬね、ということで、よかったら花粉症で皆さん思いの丈を送ってみてください。番組内でまた届いたものをね紹介できればなと思っております。部長はまだ思いついてません部長もう頭の歯働きが悪すぎて、悲惨にも悲惨してなお花粉症、素晴らしい素晴らしいです。悲惨ね、そうね、悲惨でかけてくっていうのいいかもしれないですね。春の日の天気恨めし花粉症、素晴らしい合ってる、合ってます。嘘つ部長花粉症だから、その一句が、あ、花粉症目ん玉取って洗いたい、素晴らしい素晴らしい、もうあのすごいこのね花粉症に苛まれてる姿が伝わってくる一句です。みんなうまいですね。あっという間にすぐ出てきましたけれどもね、ぜひこの後も考えて送ってみてください。皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブサンシャインをお送りしていきます。担当は大島理乃です。よろしくお願いします。この時間は小袋さんでエールお聞きいただきました。俳句部、こちら花粉症は春の季語ということで、先ほどもねエール聞きながらみんなたくさん俳句を送ってくださってましたね。あのどれもどれもわかるわかる、全部わかる赤粉症ティッシュ一箱空っぽに、わかる、もう本当に冗談じゃなくて、これ話持ってるとかじゃなくて、本当に箱ティッシュ抱えて学校行ってたんですね、花粉症、リノの鼻は真っ赤だよ、そうで朝起きたらさ、今日もさ鼻のこのてっぺんのところ赤くなっててさ鼻も荒れてて悲しいですけれども、私もねこの小袋さんでエールを聞きながら思い浮かんだ一句がありますので披露します。花粉症負けるな私頑張ってるどうでしょう、花粉症負けるな私頑張ってるよということで、結構こう原点回帰くらいシンプルにでもあの花粉症は春の季語になってますので、これなんかこう身の丈を綴っただけですけれども、意外と俳句になってるということで、花粉症負けるな私頑張ってる、うんうん、まあ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 大丈夫大丈夫いい感じということでね。いやみんなそれぞれすごいね素敵な句ばかりだったんですけれども、本当にね同じ花粉症っていうテーマで同じようにこう花粉の症状に苛まれてたとしても、こうね出てくる思いとかって違ったりするのでね、注目ポイントだったりもね違うと思いますので、ちょっと今回は小袋さんのエールを聞きながらということで、すごい応援もしてもらってねそうね、結構頑張ってるよね私と思いながら、ね、あの負けるな私頑張ってるっていう句を読みましたね。ちょっと大事、もう大事よ、自分もね大切にしなきゃいけませんから無理しないでね
それをね伝えたいですね。頑張るのも大事だけど無理しすぎてね、おいいいね渋くていいねすごく渋くていい。花粉症負けるな私頑張ってるということで、すごくシンプルな一句に今日はしてみました。ありがとうございます。今日活動ありがとうございます。次頑張るなあ、小袋もエールを送る花粉症ということで、そうつながってるの小袋と今日一句がね、まあ、でも杉もね生命の繁栄という意味では頑張らなきゃならないですからね。ふさふさ飛ばしてね、秋ごろにもう一度来るぞ花粉症。そうなの、私秋花粉も持ち合わせてていや今日は本当にみんなからのエールないとちょっと立ってられないそうそうそう、いつもより優しいコメントと温かい声援とエールを待ってますね。温かい感じでお願いしたいですね。いやで私も人に対して温かく優しくありたいなって思います。ありがとうめっちゃ素直頑張れって言われたらありがとう頑張るみたい。でもそれくらい結構そういうパワーって大きくないですか。逆に言うと嫌なコメントとかあった時って100倍以上にねパンチあってすごい落ち込むし、やっぱりね逆にすごいいいコメントいただけると、あ頑張ってよかったなって思って次頑張れるし、それくらい人って繊細ですしね、なんかこうやっぱ受け取るものってあると思うので、できる限りエールもね送りたいなって思いますね。あいっぱいファイトファイト来てる。あまずいガチで部活動っぽいファイトみたいなのありますよね。あやってみたかったな。なんか私の部活動は文化系だったので楽器演奏しててファイトファイトはないんですよ、うん、逆になんかこう楽器一点集中でめっちゃ怒られる日みたいなのあったりしません？フルートみたいな何回もやらされて、友達とかに違う楽器の友達とかにドンマイみたいな、今日ドンマイみたいないうのありましたから、そういうなんか自中でのファイトみたいなのなかったのでちょっと憧れたりしますね。そういう声かけもね素敵ですよね、はい、みんなの一句とともに私の一句も今日は披露できて、いい部活動でしたね。今日活動すんなりいけてよかった最近ねちょっとおよよってなること多かったので、すんなり今日活動できて非常に安心しております。満足度高めです、はい、ありがとうございました。またの活動ね楽しみにしていてください。